どうも皆さん、こんにちは。筋トレしなきゃーとか言ってるのにコーラ飲むやつ、大体デブ。はい、ゆうたでーす。今回はですね、インスタグラムの方で、女性がね、男性に普段聞けないことっていうのを募集して、それを男である僕が回答していこうっていうね、動画を撮っていきたいと思います。今回、マジで多かった。本当に。何個くらい来たんだろうね。質問が、マジで、1000近く、本当に来てた。ありがたいことに皆さんね、見ててすごく楽しかったです。本当にご協力ありがとうございます。ということでね、僕の動画ではこんな感じで、男性にも普段聞けないことだったりとか、男が女子のね、キュンとする仕草とか、そういうのね、やったりとかするので、そういうね、自分もね、採用されたいという人はぜひインスタグラムフォローしてくれればいいんですけど、まあそんなことはどうでもね。ということで、今回は多いからどんどん行く男の本性っていうのを皆さんにしっかりとね、伝えられればなと思ってこの動画を撮っております。ということで、行っていきましょう。まず最初に、男子ってどんな髪型が好きなんだろう。はい、これジャブ程度です。この可愛らしい質問じゃないです、今回は。もっとエグいの続きます。まあただ最初だからね。ちなみに、男が好きな髪型は、基本何でもいい。ボブでも可愛いっていう人いるし、ショートでも可愛いっていう人もいるし、ロングでも可愛いっていう人がいる。でも、そういうね、ショートが好き、ボブが好き、ロングが好きとか言ってる人たちに共通するのは、みんなポニーテールが好きっていう。男って揺れるものが好きなんだよ。胸とかさ、揺れるやんな。ああいうのとか、揺れるのを見ると、目いっちゃうんだよ、そこに。だから、ポニーテールも好き。この子が髪、男絡み激しい女の子をどう思いますか？冷めます。女の子でさ、好きな人がいますっていう人がいて、どうアタックすればいいですかみたいな人がいるんだけど、まずは男絡み減らした方がいいよ。男って、俺だけのもんだぜ、こいつは俺にしか絡んでこないんだぜ、みたいなのがあるとめっちゃ好きになるんだよね。それがないから、男絡みが激しいと、こうやって今俺に話してくれるのは、こいつは他にもやってる。だからこいつは脈がないし、付き合ったとしても多分浮気とかするし、他の男とね、遊びまくって自分は傷つくかもしれない。だから付き合うのやめてこうってなるので、モテないです。男絡みが激しい女の子は。だから、減らしましょう。次、セレでもやってる間は好き。好きじゃない。ずっと好きじゃない。その時に、好きだよとか言うかもしれんけど、それはあくまでプレイの一環だと思ってほしい。好きじゃない。まず、好きだったら、やらんしな。これはマジで言っておく。とにかく、好きな女にね、エロい話をしたりとかする男はいないので、多分これは好きじゃない。本当にただのそういう関係、みたいな。はい、次、女子の、の毛をどう思ってますか。このね、美容関係の質問めちゃくちゃ多かった。俺も一時期遊んだ時期があったの半年ぐらい。彼女いなかったよ、その時はね、もちろん。で、好きな人もいなかったよ。その時に夜ね、ベッドでね、プロレスをした女性の方がいまして、PP だったわけですよ。まあ、PP っていうのはもうツルツルって意味ね。PP を初めて見たもんだから、いるんだと思って。でもその珍しいっていうのは気持ち悪いとかそういうのではなくって、そんなに男性は気にしてない。実際自分もしやすかったから全然いいと思う。だから、処理してもいいと思うし、中にはない方がいいっていう人もいるけど、俺はあんま気にしない。はい、次。性欲が溜まってる時に会えない時はアニマルビデオを見る他は何して性欲を落ち着けているのですか？なんでそんなに鈍感なんですか？これさ、マジレスしていい。よく言うのが、女の子の大丈夫は大丈夫じゃないんだよ、みたいな。で、それを分かってくれないと、いい男じゃない、みたいな風潮あるけど、これね、男分かんなくて当然なのよ。なんでかっていうとね、会話に使ってる脳みそが違くって、男って会話してる時に左脳しか使ってないんだよね。だから今こうやって俺が話してる時は、左脳しか動かしてないの。けど女の子は違くって、女の子は会話してる時に、左脳と右脳どちらも使ってるわけよ。だから、言葉の意味が複雑なんですよ。一言でいろんな意味が含まれてるとか。だから、男の子はそれに気づけない。これはしょうがない。もう人間のね、体の作り。もちろんそういうの勉強してね、分かるようになれる男っていうのはいい男だけど、でも、鈍感だからクソだとか言うのは思わないでほしい。できれば、分かりやすく伝えてあげてほしいっていうのはある。彼女と別れたいと思う瞬間、行動は何ですか？男女共通だと思うけど、もちろん他のやつと寝たとか、まあそういうのあったら、絶対に別れたいと思うんだけど、地味に多いのが、夜の関係。夜のプロレスをやってくれない時に、ちょっと不満を持つ人もいらっしゃる。でもこれ悪いことじゃないんだよ、本当に。カップル間で、やっぱそういうね、体を重ねたいって思うのは当然のこと。俺もね、毎日のように思ってる。彼女とか誰もいないんだけどさ、で毎日思うわけよ。やっぱ男だから。そういうのがないとやっぱちょっとね、不満を抱いちゃう。もうしょうがない、これはマジでしょうがない。もう許して。はい、次。彼女とやってもすぐ気持ちって冷めちゃうもんなんですか？やっぱその賢者タイムみたいの入るから疲れんのよね。マジさ、これを見てほしいんだけど、何がとは言わんよ。ただ夜のプロレスしますと、まず最初に男ってこんぐらいまで行くのね。終わりましたってなった瞬間にパーンって下がるんだよ。パーンって下がってずっと平行みたいなんだけど、女の子はなんか緩やかにこう上がってって下がっていくっていう状態なので、だから男は終わった瞬間に疲労感から冷めちゃうみたいなところがあるんだけど、でもこれは嫌いだからとかじゃなくて、ただ単に疲労感、脳がもう疲れて何も考えたくないですよっていう状態だから、そんなにね気にしなくていいわけなんですよ。ただこの間を埋めるのが好きっていう感情なので、僕はした後に好きだったら賢者タイムにはならなかった。それができるぐらいまで彼女のことを愛してほしいと俺は思う。はい、次。ボディタッチってあれ本当に胸キュン効果あるんですか？
ですか。これはね、ある。最近ね、女性の方とお買い物をさせていただいて、その時にボディタッチをされたわけなんですよ。マジでキュンキュンした。びっくりした。好きになるかと思った。次、やってる時に痛くないって言いながらしてくれる彼氏は大丈夫ですか。逆にこれ聞かずに自分の感情だけでブブブブブブって動かしてるやつは本当にうんこだと思うから、いい彼ピッピじゃないのって思う。彼女のファンタスティックな姿を1日どのくらい考えるか。これね、確かね、男って無意識に26回そういうことを考えるので、彼女かどうかは分からんけどさ、それが全部ただ20回ぐらいは考えるんじゃないのかな、1日に。だからさ、考えてみ、寝てる時間が8時間として1日16時間やん。1日何回だろう。多分ね、30分に1回とかじゃない。え、分からんけど、今めっちゃ適当に計算したけどさ、計算間違ってたらコメント欄に書いてください。はい、次。彼女いるのに電話とか会いたいって言ってくるのは何。これは来んだね。言いたいんだけどさ、お前さ、その男のこと気になってるじゃん。ワンチャン好きやん。君と付き合ったとしても同じことされるよ。だって彼女いるのに君にこうやってんだよ。そういうことするんだったら別れるって話じゃんね。これね、世の中の男性がね、全部そうっていうわけじゃないよ。これはクズ男。しかも好きだったら会いたいとか言わんし、怖いから。それは好きだったらさ、奥手になるやん、相手に対して。だからね、これはクズいやつだからマジ離れた方がええで。女の魅力ってなんだろう。スタイルの良さ、可愛らしさ、あざとさ。男からしたらスタイルの良さとか服装とか仕草とか、まあそういうのがあると思うんだけど、女らしさとかもう正直ダサくない？俺は女らしい人が好きなんだとか、ちゃんと女の子って感じの人が好きなんだっていう男もいるけど、正直そういう男のために本来の自分を押し殺して女らしさっていうのをね、突き通す必要はないと思う。女らしさというよりも君らしさっていうのを好きになってくれる男性を選んだ方がええで、マジで。ありのままの自分、君が努力しようとかそういう風に思った時に、そういう努力してるところが好きだな、そう思えたところが好きだなって思う人が素敵。次、週に何回してるのか。俺はちなみにガチで毎日1日1回マジでやってる。彼女いても下心あって他の女子に接することある。全ての男性があるっていうわけではないけど、基本的にクズい男とか彼女に対してそんなに責任を持ってない人はワンチャンあるんじゃないのかなっつって接することある。はい、次。彼女をディスるのなんで。これ俺も意味わかんない。よくいるじゃんね、彼女にブスとかデブとか言って、仲いいから俺らこういうこと言えるんだぜみたいな感じのことを言ってる男っているけど、それは周りに俺らはこんなこと言い合える仲なんだぜっていう自慢したいだけであって、それ彼女喜んでなくないっていう。誰も幸せになれないようなことすんなっちゅう話で、こういう男に限ってブスとか悪口とか言われると、直接言ってこいよとか言ってね、判別書くっていうね。次、性欲強い女は嫌われますか。何回もしたいと思うけど言っていいんですかね。ぜひインスタグラムの DM に来ようか。次、男子同士で恋バナはあんまりしないですか。中学高校とかはよくしたんだけど、俺のその生活がほぼ一人っていうのがあるかもしれんけど、でもするよ。だけど主に多いのは最近誰とやったのか、そういう話が多い。これ結構男の現実。はい、次。ぶっちゃけ何割の男が浮気しますか。 50% ですね。離婚遺伝子っていうのが実際にあって、だいたいね、二人に一人が持ってるって、これ男女共通なんだけど、ただこの離婚遺伝子を抑えられるのが忍耐力の強い男性なので、大雑把に言うと二人に一人なんだけど、でもほとんどの人が抑えられるんじゃないのかなと俺は信じてる。次、女の子が一人したら引く。いや、むしろ押す。手の大きさ比べるはどういうつもりでやってるんですか。手の大きさ比べる、ほっぺた触る、これらすべてはやりたいっていう意味です。お前を抱くぜっていう意味でございます。次、フリってわかりますか。わかりません。ちなみに男性の皆さん、女性はですね、7割8割ぐらいですかね、言ったフリをするっていうのがあるんですけれども、女性の皆さんそれやめてください。男勘違いしちゃいます。俺のテクいいんだなーつって思っちゃって、一生ね、全然気持ちよくないプロレスをかますことになっちゃうので、ぜひ言いましょう、正直にね。次、年下は何個下まで OK ですか。男性の場合はマイナス3歳くらいまでが相性いいというか、まあいけるぜみたいなのがあるんだけど、実際わかんない。好きだったら何歳でもいいと思うんだよね。だから年の差とか関係なしに、気になったらアタックしてこい。次、なぜ思わせぶりな態度を取る。好きだからっていうのと、やりたいからの2パターンがある。こんな素敵な人、あなたが初めてだよ、好きって言っていい。いいんじゃね。うちの彼氏タイムなくてすぐ甘えてくるんですけど、正常ですか。めっちゃすごい、これ本当に。男だからわかるけど、賢者タイムってマジですごいのよ。すべて持ってかれたみたいな、ディメンターに全部持ってかれたみたいなのが賢者タイムなんだよね。それがないんでしょ。これすごいよ。いい彼氏だと思うよ。次、プロレスの時、あそこがたまに立たない時や萎える時はどういう時ですか。その時何を考えてますか。これもマジレスすると、ピンコって海綿体って言って、まあスポンジみたいになってるんですよね。あそこに血液が送り込まれると BK をするわけなんですよ。それができないっていうことは、血行が悪かったりとか、気持ち的に緊張しちゃってるとか、そういうのがあるんですよ。だからその場合はお風呂とか睡眠をね、しっかりとってもらうとか、そういうのがあるんだけど、それをね、女性は立たなくてもいいんだぜみたいな風に行かないと、男もやっぱ申し訳ないと思っちゃうから。これ間違えてほしくないのは、君に魅力がないから立たないとか、そういうわけではないんだよ。本当はピンピンにしたいんだけど、緊張とかそういうので立たないと。そういうのは焦らせてあげないで、ゆっくり待っててあげよう。次、女子のムダ毛って見る。さっきはまあ下の毛って言いましたけど、腕とかね、あれ結構見ますよ男マジで。俺ね、短大通ってる時に前歩いてた女の子がいて、その子の背中がブワーってなんかすごい生えてて、毛が。その時ちょっとおーってなりました。次、彼女いるけど他の子を好きになることはあるのか。まあ
あるんじゃね？人間誰しもさ、一人をもうずっと愛し続けるみたいなのは、ほぼ無理やんけ。彼女いるけど、こいつ好きになったわー、みたいな、なったけど、その時に、あかんあかんって言って離れられるやつが、いい彼氏だと思うよ。完璧に、彼女一筋で他の女を虫けらとしか思えないような人間になるで、みたいなことは言いません、僕は。次、ゆうたくんは、女性の、ヘアの形どんなのが好きですか？星！デート中ゲームしてて彼女が寂しいって分かってる。分かってない。分かってない。マジデート中にゲームとかありえないから。なんでせっかく会えたのにゲームすんのみたいな。俺だったらスマホとか触らずにその子とずっと一緒に話してたいずみたいなノリではあるよ。実際どんな男性でもこれされたら一コロンみたいなの本当にあるんですか？俺が最近思うキラーワードっていうのがあって、それはゆうたくんが彼氏だったらよかったのにって思っちゃったみたいな感じのことを言われるとちょっとドキッとする。次に対する感情。泣くね。残酷だけどそういうことなんすよ。うん、男ってマジでそんなもん。女の子とかね、よくね、情芽生えて好きになっちゃうみたいなパターンあるんだけど、男はほぼないから、それ。次、立ってますか？立ってないよ。動画見てファンになりました。応援してます。ありがとう。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。ビビン。